こっからアイメイクに入っていくんですけど、アイメイクに入る前にこのベースが終わった後にこのラシャスリップっていうやつですね。でつけてみたら本当にすごくて、カプサイシン入りのグロスリップになってて、私はもうリップクリーム代わりにその日常的に使ってるんですけど、これをベースメイク終わった後に唇に適量塗っていきます。で、まあ、あんまり伸ばしすぎず、結構カプサイシンが入ってるんでピリピリしてるんですけど、まあ慣れれば気持ちいい。でこれ何がすごいって言われてるのが、今縦じわ唇にたくさんあったと思うんですけど、乾燥して塗ると1分で縦じわが消えるって言われてて、塗るヒアルロン酸って言われてるらしいです。よし、アイメイクやるよ。ちなみに手錠ポーチはこれです。19歳の誕生日に殿下がくれました。使ってます。本当に元モデルなのかって思われるぐらい適当かもしれないんですけど、アイシャドウなんと1色しか使いません。それがこちら、キラキラのラメベースのものなんですけど、これはリンメルプリズムパウダーアイカラー003番です。もう指でやっちゃいます。指にとってアイホール全体に薄くキラキラが目立つぐらい塗ります。色はついてないんですけど、ちょっと黄色がかったキラキラって感じ。同じアイシャドウを涙袋にも塗っていきます。で、涙袋に塗るときは綿棒を使って塗っていくと、私はまあ失敗なく、しかもまあチップ汚してやるよりかは1回でこう使い捨てられるから衛生的かなって思って綿棒で塗ってます。ゆっくりさせたところの出てるところにこう馴染ませて塗っていきます。はい、塗り終わりました。で、これを塗ったら涙袋をもっと引き立たせるために涙袋のラインを描いていきます。で、実は私はアイブロウを使って描くんですよ。で、これはもう薄い茶色、なんか明るい茶色のやつなんですけど、これ実際この後眉毛にも使っていきます。でもやっぱり眉毛と同じ色で下描くことによって結構馴染みが良くなるかなって私的には思うんです。では、涙袋を描いていきます。メイクってすごいね。はい、ってなところでアイシャドウと涙袋が終わりました。この後はまつ毛を当てていきます。ここら辺は別に特筆することもないんで、ちゃちゃっと上げていきますね。はい、まつげを上げ終わりましたので、次はマスカラを塗っていきます。で、このマスカラはずーっともう何年か9年もう丸9年全く同じマスカラ使ってます。それがこちら、シャネルのイミテーブルマスカラウォータープルーフの10番です。本当にこの子は優秀です。丸9年買い続けて使い続けて、今もストックもずっと取ってあるほど優秀です。本当に優秀なことが伝わればいい、優秀です。で、塗っていくよ。はい、今片目だけ塗り終わったんですけど、みんな見て分かってほしいって、なんかまあまぶたにちょっとついちゃったんですけど、それは直していきます。もう片方も塗っていくよ。はい、マスカラを塗り終わりました。マスカラを塗り終わったらこんな感じになります。で、今本当にさっきのノーカラーのアイシャドウとマスカラしかやってないんですけど、このマスカラだけで外に出てますね。でも今日はせっかくなんでちょっとだけアイラインを足していこうと思います。そこで使うのがこのメイベリンのハイパーシャープライナー R のブラウンですね。とまつげの隙間を埋める程度、間だけこれで埋めていくよ。で、目尻の方はちょっと垂れ目にしてしたいので、ちょっと垂らしてと下げて描いていきます。見えるかな。で、もう片っぽも同じように描いていきます。上のアイラインが終わりました。で、下はほとんど描かないんですけど、ほんと気持ち程度。またこれさっき使ったアイブロウ、このアイブロウ、そう、どこのインテグレートのアイブロウペンシルのブラウンなんですけど、これをほんともうこれは気持ちです。気持ち程度こうここにね薄くついてくれればいいかなって、垂れ目を作りたいラインに少し
でやっぱりこれはもうここの涙袋を作る時にも使ってますし、このあと眉毛にも使っていくんですよ。なのでなんかやっぱり同系色、同じ色を薄く濃くで使ってるんで、なんか馴染みがいいっていうか顔に統一感が出て、どこのパーツも浮かない感じになるから、もう活用しちゃいますね。落ちづらくもともと作ってあるので、大体普通にアイシャドウとかをこう目元とかよれやすいところに使うよりかは、アイブロウの方が私よれないなって思うんですよね。だからまあやってみて。はい、でこれでもアイメイクは完成です。あとはもう眉毛とチークとリップだけだね。やっていく。眉毛はもうずっと変わらずダイヤモンドノーズメイクアップフェイスカラー、紫のダイヤモンドノーズですね。こっちの明るい方の色を少し取って、でその後のついた状態のままこっちの薄いのも入れて、なんか中和する感じ、これを眉毛に塗っていくんだ。で眉毛のキスさんとしたんです。でここまで塗ったら多分だいぶここについてる量が少なくなるので、少なくなった時点でこう下に伸ばして、ついでにも同じものでノーズシャドウを作っちゃいますね。薄く薄く、やりすぎるとライオンキングになるので注意。またまた登場、3度目の登場、アイブロウです。目尻の足りないかな、平行にしたいかなって思う部分にこう描き足していきます。平行眉を描きたいんですけど、平行眉を描くときはこうしかめたとき、しかめてここのラインがまっすぐ出てくると思うんですけど、しかめたときのこう突っ張ってくラインを意識して描くときはしかめてやってますね。じゃあもう片っぽも仕上げていきます。はい、でどっちの眉毛も描き終わりました。もうここまで来たらほぼほぼ完成なんですけど、あとはチークだね。チークを塗って唇を作ったら終わり。マキアージュのあれ書いてないね書いてないんでわからないけど、血色チークってやつですかね、赤みが強い血色チークっていうものを使っていきます。こんぐらいでテンテンってやるぐらいで十分です。これすごく濃いんで、もう私はうんって笑った時のここですね、一番高い位置のちょっと下ぐらいのところに、最近は丸く入れるとギャルっぽくなるんで、ちょっとこう平行に筆を横に使って平行に塗って、少しこうふんわり頬骨の横あたりで大きくなじませる感じですね。なんかもう本当にほんのりつくぐらいで大丈夫です。塗り終わりました。お疲れ様です。リップを塗っていくだけです。では塗っていこう。ちょっと光飛びすぎじゃない？大丈夫？光飛びすぎ？見えますか？リップはこれ、ちょっと前に流行ったイブサンローランボリュプテティントインバームの、私はこれ8番を使っていきます。で色的にはオレンジと血色が混じったような使いやすい色だと思います。では塗っていく。普通に私はもう直にベタ塗りでやってきます。特に本当にこだわりはないです。なんかもう塗れればいいんで。では塗っていきます。はい、塗り終わりました。それでおおよそのメイクが完成しました。イエーイ、完成です。結構簡単だったでしょ。まあ悪く言えば雑なのかもしれない。使ったコスメの中で本当におすすめなものが、本当にご利用ししてるものが3点あったんですけど、それはまたなんかメイクポーチの中紹介してっていうのがあったんで、その時に特筆していこうと思う。でこれで完成形がこちらです。どうかな、割とシンプルだったでしょ。これで猫やメイクは完成しました。まあコメントにたくさんあったんで、私のメイクを紹介してみましたが、いかがでしたでしょうか。このチャンネルが良かったと思ったらグッドボタン、高評価よろしくお願いいたします。チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。んーじゃあね。